中国とロシアが急接近している昨今、どちらの国も常任理事国のメンバーです。その二つの国が世界の反対側を動かしています。これが現実なんですが、また尖閣でも海峡局の度重なる侵入に対して日本の対応も曖昧です。今回は現在尖閣の状況と今後の展開を詳しく見ていきますね。台湾有事との兼ね合いがあるが、ロシアのウクライナ侵攻の方が早い気がする。中国は北京オリンピック後何かを仕掛けてくると考えた方がいいですね。2022年に入っても尖閣諸島周辺の日本の接続水域では、そこに侵入してくる中国海警局の4隻1組の船舶が連日確認されていたが、ついに1月15日今年初めての領海への侵入が2時間にわたって発生したと報じられた。海上保安庁は、こうした領海への侵入が常態化しないように、以前厳重な監視体制を継続して任務に従事しているが、中国海警局の船舶の領海侵犯が確認されたのは、2021年20日以来の事態で、約4週間ぶりの事例となる。今回、中国海警局の船舶の領海侵犯が発生したのは、尖閣諸島のうちの1島、久場島の沖合の海域であり、日本政府は、この事実をもって、中国政府に、外交上の抗議を行ってはいるが、例によって効果は、薄いだろう。中国海警局の4隻の船舶は、一旦は、日本の領海からは、離脱した後も、久場、島の北北東方面の接続水域での航行を継続しており、もはや、接続水域への侵入は常態化しすぎており、それだけでは、問題ではないかのように振る舞っている。こうした中国側の行動に対しても、海上保安庁をはじめとして、日本側は、粛々と、発生ベースで対応を行う、いわば、対症療法しか打つ手がなく、最前線で、これらと対峙する海上保安庁の方々の負荷には、同情を禁じ得ない。日本政府の前提として、尖閣諸島は、1895年以降から、日本固有の領土であり、従って、中国等の他国との間には、領土問題そのものが存在しないという立場を貫いているが、かたや中国はそうしたことは意に介していないかのようだ。尖閣諸島の領有を主張している国には台湾と中国の2カ国があり、前者が1971年6月、後者が同年12月に外交声明で公的な領有権の主張を始めているが、いずれも1969年の国連関連機関の大海洋油田の埋蔵可能性の示唆以後のことだ。これは国際連合のアジア極東経済委員会が実施した海洋調査の報告を受けたものであり、そこでは尖閣諸島周辺海域には中東のイラクに互いする領の海底油田が存在する可能性が指摘されたというものだった。このため、おおむね日本では、この海底油田の価値を評価した台湾や中国が、その獲得を機として、領有権の主張を始めたと解釈されており、太平洋戦争後に、沖縄がアメリカの施政下に置かれた時期には、一切、そうした動きはなかったことが、それを裏付ける。ここまで前提となる立場が異なると、日本としては、中国側が、いかなる意図のもとに、尖閣諸島周辺海域への侵入を繰り返しているのかと思うのだが、最近の中国メディアの中には、そうした意図の一端が垣間見える。例えば、2022年1月5日の日本華僑報の記事によれば、今年2022年には、尖閣諸島、中国名、魚釣島で、ついに、日本と中国とが、戦闘行為に及ぶ可能性があると述べており、その理由を以下のように記述している。それは、2021年12月に、日本の海上保安庁と海上自衛隊とが、
合同の訓練を実施した県から乗る遺水であり、これが尖閣諸島の有事を想定したものであり、海上保安庁の警察犬と海上自衛隊の軍事犬を一体化させる目論みだと述べている。つまり、日本華僑報の記事は、日本国内の治安維持を警察犬によって担う海上保安庁が、尖閣諸島に向けては、軍である海上自衛隊との一体化を図っており、日本政府の意図は、明確な軍事化にあると非難しているわけだ。この論法は、まさに、尖閣諸島に、安易に、海上自衛隊を関与させてしまうと、中国側に、軍の投入の口実を与えかねないとの意見が、日本の中にもあるように、まさにこれを地でいく、ある種わかりやすい批判の展開だとも言えなくはない。しかし、当の中国の中国海警局は、従来は、日本の海上保安庁に相当する組織だったかもしれないが、2018年の組織改編によって、準軍事組織である、武装警察の傘下となっており、これこそどこから見ても、間違いのない軍事化だろう。しかも、2021年12月には、中国海軍が運用していた、056型コルベット艦の一部が、中国海警局へ、移管を進めていることが、報じられており、さすがに、艦対艦ミサイルや魚雷発射艦等の兵装は撤去している模様だが、手法等はそのままだという。こうした事象は、まさに、自国の行っている内容を自覚しているからこそ、相手国も同様だと考えていることの証左であり、日本側から見れば、何の整合性も取れていない。むしろ、自らのやり口を吐露しているかのようにしか感じられない。さらに、日本華僑報の記事は、日本が、このように、海上保安庁と海上自衛隊の連携を進め、尖閣諸島へ対処しようとする理由を、日本は、台湾への領土的野心を持っているからだと続けており、日本人としては吸いた口が塞がらない。中国は、台湾を、革新的利益と位置づけ、今の中国の成立の過程で、大陸での戦いに敗れた蒋介石一派が、一時的に逃れた島であり、いずれ、中国によって、武力を伴うか否かは、別としても、自国にによる、統一を唱えていることは、甘んじてわかる。しかし、日本は、再び、台湾に、領土的な野心を抱いており、そうした中国の思惑を妨害しようとしているのだとの主張は、中国は、ともかく、当の台湾に聞いてみても損ない、荒唐無稽な論法に賛同するような人々は、ほとんどいないだろう。日本華僑報の記事は、そうした荒唐無稽な自説を説く根拠として、海上自衛隊の潜水艦隊の増強、出雲、片護衛艦の航空母艦化、陸上自衛隊の持つ人に、敷地対艦誘導弾の長射程化を、さも危険な兆候かのように力説している。こうした日本の軍事力の拡張も、まさに鏡合わせのようで、中国海軍による戦略型原子力潜水艦の南シナ海への進出、国産航空母艦の建造、中距離ミサイルの日本方面への多数の配備と、自らの行いを逆に表現したものだろう。ついには、日本は、中国を挑発した挙句に、先に、中国に対して、武力行使を行い、その状況を真逆に喧伝して、侵略戦争を起こそうとしているのだとまで主張しており、このようなメンタリティの国と協調しようというのは困難だと思わざるを得ない。未だ、経済的に、中国の市場を有望視し、日中の協調を訴える勢力の声も、日本には根強いが、無力な一個人としては、中華製の製品を購入しないように、ささやかな抵抗活動を日常生活で行うくらいしかできないことがもどかしい。また、2022年1月11日の日本華僑報では、
中国の中央大阪総領事のインタビュー記事が掲載されており、そこでは、日本政府は、中国を敵視する政策をやめるべきだと、臆面もない主張が、一方的に展開されており、脱力感しかない。ここで、中国中央大阪総領事は、日本側が、誇大な被害妄想を抱き、そもそも、中国への内政干渉にあたる、香港、ウイグル、台湾の主権問題に、平然と因縁をつけていると述べており、分かっていることとはいえうんざりさせられる。さらに、単に、日本政府が中国を敵視するのみでなく、周辺国をも巻き込んで、反中国の動きを見せていると非難しており、中国最後の清志王朝の時代に、これを植民地とした西欧列強と結び誤った態度をとっていると述べている。確かに、アメリカを中心とする太平洋戦争後の、いわゆる西側諸国のあり方だけが、世界的に見て、政治的にも、一方的に正しいとまでは断言できないが、経済的利益のために、独裁国家と妥協する政策もまた、日本が取るべき道だとは、到底思えない。